祖大溶水は、岐阜県美濃市及び、関市を流れる溶水である。2015年に、世界灌漑施設遺産に登録。岐阜県美濃市祖大の長良川左岸から取水している。祖大地区を縦断し、小倉山と長良川の間を流れ、美濃市役所の西側を通り、国道156号に沿って南下する。 松森地区を通過し、東海北陸自動車道美野インターチェンジの東を流れ、関市に入る。岐阜県道281号関美野線に沿って南下する。下内中学校の東を通過し、関市水の和町付近で3つに分流する。1本は小瀬地区に、2本は関市街地方面に流れる。美野市及び関市の田畑を潤す重要な役割を果たしている。 勝手は、板取川との合流地点付近で取水が行われて、板が、河川水位が低くなったため1934年に、上流部に取水部が付け替えられた。長良川と並走する、蘇大用水江戸時代前半までの下内村周辺は、水の瓶が悪く、干ばつがたびたび起こっていた。この地に移住してきた尾張藩の浪人、北吉右衛門と林勇官は、地元の豪農。 芝山伊兵と図り、長良川上流から下内村まで用水を引く計画を立て、1663年に役人の内諾を得た。鋼金と金槌を使う手作業の難工事が続き、多額の工事費がかかった。北と、林は所持金が底をついてしまったために離脱したが、芝山は計画を進めた。1675年まで10年近くの歳月を、 用して完成した。北、林、芝山の三人の偉業を称えて、関市下内の地には、精神者が建てられ、三人が祀られている。毎年8月1日に、例大祭が行われる。2015年、その歴史的背景が評価され、国際灌え排水委員会による、世界灌え施設遺産として、岐阜県で初めて登録。 国際連合食糧農業機関による農業遺産、清流ながら川のアユの構成資産に登録された。ありがとうございます。